クロウ、お前何を考えてる。成功法じゃあの化け物は突破できない。なら少しばかり無理をするしかない。この愛すべきポンコツにできる最後の大仕事だ。アキラをアンカーにしてワープエンジンを解放し、重力子をリバースさせる。そこで奴のどてっぱらにブラックホールを作る。奴は自分自身に吸い込まれるって寸法だ。バカ野郎、そんなことしたらお前は今更だけどさ、年上の人間にバカ野郎はないだろう。こんな時にくだらない冗談を言うな。待ってろ、今すぐ追いかける。来るな。ダチなら黙って見送れ。クロウ、俺を信じてついてきた奴らに礼を言いたいんだ。だから行かせてくれ。頼むよ親友。勝手に勝手にしろ。ありがとう、エッジ。宇宙を頼む。お前な、きっと。ホワン、オーター、ジョー、エディ、ヒロ、フェイズ、みんな、また一緒に星の海へ。バロックダークの防衛機構完全消滅を確認。アキラの消息は不明。エッジ、エッジ君。さあ行くぞ。電磁シールドを全方位に展開。バロックダーク極点に開いた穴に強行突入する。カルナス発進。消滅、もう防げない。外装の損傷が激しい。
カルナスの耐久力は限界寸前だ。無駄な増装パーツを分離し、大気圏突入形態に切り替える。武器を捨てるか。この船にもう攻撃手段がない。もう少し、もう少しなんだ。だから耐えてくれカルナス。クローやフェイズの意志を無駄にしないでくれ。お嬢ちゃん、何かがカルナスへの攻撃を遮断しているんです。電磁シールドはもうないのに。何ですって？これならギリギリ。いや、俺がいる以上天国ではないな。なんとか生きてたどり着いたようね。私今飛んでます。それは頭がクラクラしてるだけだよ。リムちゃん大丈夫？うん、平気なのよ。でもさっきのは何だったのかしら？リムのお絵かきなのよ。え？お絵かきってもしかしてあの落書きのこと？落書きじゃないのよ、お絵かきなのよ。これは推測なのですけど、もしかしてリムちゃんのお絵かきが複雑に作用して障壁呪文になったのではないでしょうか。あれにそんな力があったなんて。ええ、変なのよ。ありがとうカルナス、ずっと僕たちを守ってくれて。リムルもありがとう、本当に助かったよ。ミスターエッジ、 EN2 と連絡を取った。作戦に変更はないとのことだ。転送装置をセットし、増援を迎え入れるんだな。うん、そしてバロックダーク中枢に乗り込むのだ。ああ、ここからが正念場だ。行くぞみんな、バロックダークの中枢へ突入する。